んにちは。あなたがインタビュアーさんで会ってますか？うん。やっぱり、相当場数を踏んでいるんでしょうね。臆さず、むしろ、インタビューを楽しむような、そんな余裕さえ感じますから。謙遜なさらずとも、良いと思いますよ。では、早速始めましょうか。普段通りの話し方で？一応、対外的な場なので、それは、ちょっと。なるほど、なるほど。私の、リリーのありのままを伝えたい、と。わかりました。普段通りにできるよう、努めますね。それじゃあ、早速始めよっか。まずは自己紹介からだね。私は、エレンスゲジュ学園2年の、坪井奈々穂。学内序列は第3位で、レギオン・バシャンドレの隊長だよ。そう、バシャンドレは、代々風紀委員長が率いるレギオン。例に漏れず、私も風紀委員長なんだ。こう見えてもね。私は、もともとリリーとしてはそんなに強い力を持っていなかったんだ。まあ、それは今現在もなんだけど。エレンスゲの生徒に多い強化リリーではないし、スキラー数値だって特別高いわけじゃない。むしろ、リリーとして戦っているギリギリくらいだったんだ。そんな私が今、序列3位で一つのレギオンを率いるまでになれたのは、ある時、ある人と出会えたからだと思ってる。もちろん、自分自身の努力だって理由の一つでもあるよ。初等部時代は、ずっと訓練に明け暮れていたし、お台場のトレーニングに参加させてもらったりもしていたから、成功は苦しみから得られる。その校訓にたがわない、ものすごく厳しいトレーニングだったな。そうそう、船田姉妹や春さん、今は看板に行った、かなほさんや高根さんとも、その時に少しだけ交流があったよ。あったった。ちょっと話が逸れちゃったね。私が出会って憧れたのは、一つ上の先輩でね。金関コリン様って言うんだ。その人はいつもかっこよくて、聡明で、ちょっとだけお茶目で、いつも私のことを子供扱いして。でも、コリン様に出会えたから、私はリリーとして頑張ろうと思えたし、風紀委員にだって憧れた。だから、今の私があるのは、コリン様のおかげ。コリン様はどうしてるのかって？ああ、よく知ってるね。さすがはリリー通のインタビュアーさんだ。確かに。名簿には、エレンスゲにはいないよ。うん。どこにも。もう、いないんだ。日の出町の惨劇の、あの時に、ね。気にしなくていいよ。私も、それなりに乗り越えてはいるし、コリン様の思いは、受け継いでいるって、信じているから。ごめんね。暗い話はやめにして、楽しい話をしよっか。そうだなぁ。あ、チョコレートとか、甘いものは好きだよ。あとは、ハムスターかな？可愛くて。実は、寮の部屋で飼ってるんだ。もちろん、ガーデンの検疫は通ってるよ。でも、こういう話をすると、決まってレギオンの子が、私のことを子供を見るような視線で見てくるのは、ちょっと下せないかな。殿下も私のことを子供扱いしてくるし。許すまじ。うん。殿下は、というか、ヘルボルのみんなのことは知ってるよ。殿下とヨウなんて、もともとはバシャンドレにいたからね。ヘルボルの、カズハちゃんのことは応援してるの。内部から、
このエレンスゲを変えたいって理想は、私にも共感できる部分も多いから、どんな困難に阻まれ、打ちひしがれても、仲間に支えられて、何度だって立ち上がるカズハちゃんは、応援したくなっちゃうよね。だから、風紀委員長としては、ヘルボルには頑張ってほしいと思うよ。クエルブレについてはどう思うか？そうだね。問題行動は明らかに多いね。風紀委員長としてはおとなしくしていてほしいかな。とはいえ、あの子たちにもあの子たちなりの信念があるだろうし、何より風花ちゃんのことは昔から知っているから。一つ上のお姉さんとしては、カズハちゃんと風花ちゃんが仲良くなって、一緒に戦ってくれたら嬉しいなって思うよ。それが、エレンスギにとっても、二人にとっても、一番いいことであることは間違いないからね。あと、カズハちゃんも風花ちゃんもいい子だから、ほんの少しだけ世話を焼いてもいいかなって。まあ、二人ともコインにしてる先輩がいるから、私が焼く世話もないかもしれないけど。おっと、もうこんな時間。インタビューはここまででいいかな。他に話が聞きたいなら、また別の機会で。それじゃ、またね。